バージョン 4.6 で追加される召使いのモチーフ武器の性能出ました。武器の性能みんなと一緒に見ていきましょう。灼月のシルエット超かっこいいですね。槍です。効果見ていきましょう。基礎攻撃力674で回心率 22.1% です。これはねまあどっちでもいいね。あの基礎攻撃力が608でも542でも674でも召使いは攻撃力ちゃんと使うキャラなんで、それでサブちゃんと回心率なんで、これは全然いいと思います。効果燃え尽きる火の影。銃撃が敵に当たると灼月のシルエットを持っているキャラクターは HP の4分の1の長さの命の契約を手に入れます。命の契約っていうのはマイナス効果です。ゲージの分だけ自分の回復効果が無効になる。HP の4分の1の分だけ回復できなくなりますっていう、まあ、マイナス効果がついてます。でこれ14秒に1回発動可能で、命の契約があるときはダメバフが 12% ついてて、でさらに命の契約の量が HP の 30% 以上あるときはさらにダメバフが増えるというものです。どうですかこれ私の考えから言っていい？弱いわ。うん、弱いただ召使いに関してはさすがはモチーフ武器といった強さを発揮するかな。召使い専用ですね。言ってしまえば命の契約っていうマイナス効果があって、そのマイナス効果があるときはダメバフが 12% って少なくね。で命の契約の量が HP の 30% 以上ってこれ無理じゃない？銃撃当たって 25% でしょ？ 30% いってないじゃんね。つまりこれ自前で命の契約を確保するしかないんじゃないか。それか銃撃を2回当てれば重複するのかな。でも14秒待たなきゃいけないしね。自前で命の契約を準備できないキャラはただのダメバフ 12% の武器、しかもマイナス効果付きです。あまりにも弱いと思います。ただし召使いに関しては話が変わってきますね。召使いは自分に命の契約つけますから、スキルでマークをつけて銃撃で回収、それと自分に命の契約がつきます。命の契約がある程度あると召使いのアルレッキーノの攻撃は炎元素に変わりダメージが上がります。でマークつけてマークを回収すると命の契約がついて、命の契約の量が 30% 以上あるときは通常攻撃が炎に変わる灼死の宴状態に変わります。でこの状態は通常攻撃、銃撃、落下攻撃が炎に変化して、でしかも命の契約のゲージが長ければ長いほど、そして攻撃力があればあるほど通常攻撃のダメージがアップします。ここ大事。ゲージが長ければ長いほど通常攻撃のダメージが上がると。つまりなんかこの武器ね、多分ね HP25% 分の命の契約つくんですけど、召使いとは多分重複重なるんじゃないかな。召使いの効果で手に入る命の契約と灼月のシルエットでもらえる命の契約のゲージがさらに伸びて、まあ、より通常攻撃のダメージが伸びるんじゃないかなと思います。ただあまりにもそれ前提ですね、まあ、召使いの命の契約のゲージを稼ぐための武器になるの で自前で命の契約つけれるキャラなんて今んとこ召使いだけですから、まあ専用武器だと思います。まあ召使いに関してはねかなり噛み合ってるんじゃないかな。まあ、武器単品で見たら、まあ、ちょっと弱いかな。命の契約ってマイナス効果で、その命の契約をプラスに変えれるキャラでない限りはさすがに弱いかなという評価ですね。そう、マイナス効果のくせに得られるプラスが少ないので、そのマイナスすらプラスに変えられるような召使いはめっちゃいいと思うんですけど、それ以外には関してはあまりにも微妙です。召使い引く必要がない人は、人々は引く必要ないです。でだ、この武器のね真の性能はここからですよ。正直ね、まあ、強さとか関係なくてな、いやビジュアルなんよ。ビジュアル、これ隠し効果というかもうみんな知ってると思うんだけど、灼月のシルエットを召使いアルレッキーノに装備させると特殊な力によって見た目がカマになります。じゃあ、そう、普通は槍なんですけど、召使い装備限定で武器の見た目が鎌に変わると。やってくれたなホヨバース。性能面でも噛み合ってるし、まあ見た目だね。いや召使いはどんな武器を持たせても鎌になるわけじゃないです。灼月のシルエットモチーフ武器を持たせてる時だけ鎌になる。でこの武器は他のキャラに持たせても鎌にはならないですね。召使いがこの武器を持ってる時だけ鎌になる。ビジュアル的な価値が非常に高い。原神のね武器ちょっとデザインいいの最近多かったじゃないですか。まあ好きなのだとフリーナの聖水ルテン、私の個人の主観ですけど流れる水の感じがめっちゃいいですよね。モチーフ武器リネのね始まりの大魔術、これマジシャンが使う弓矢としては本当によくできたデザインだと思います。アルキエの光もそうグッド。なんか最近の武器のデザインめっちゃいいねんけど、まあ、ついにやってくれたなって感じやな。特定のキャラに噛み合った時は見た目が変わるっていうのは初です。もしかしたら今後こういう武器増えてくるかもしれませんね。まあ、クロリンデとかシグウィンのモチーフ武器装備限定で見た目が変わるっていう仕様は出てくるかもしれません。まあ、召使い引く人はモチーフ武器欲しいね。カマになるから1番カマ、
まあ、2番は命の契約のゲージで、ダメバフ 36% はまあ賞味おーって感じですが、正直反対派。いや、まあ武器ガチャなんて引かない方がいいよ。初心者の人は武器ガチャなんて引かない方がいいです。初心者の人、そんなんよりも無凸で確保していく置くべきキャラ、まあ、カズハとかヌビレットとかフリーナとかいっぱいいます。武器ガチャ引いてる場合じゃないんですけど、ただ性能面ではね、まあ、今回スルーでいいと思う、うん、性能面では、まあ、召使い確保でいいねんけど、まあ、カマではないからそこだけ注意ね。でだ、私武器貫突するって言ったっけ。あ、なんか記憶がちょっと曖昧だな。うーん、武器無凸でもいいっすか。もうちょいこの武器強いと思ってた。弱えわ。でもこの武器ね、無凸なら契約もらえるし、まあ召使いなら悪くないし、まあ、命の契約のゲージもらえるからいいんだけど、貫突する価値ほぼないと思う。無凸でこの武器を召使いに持たせてあげるのは強いと思う。この武器の精錬ランクを上げる価値はほぼないので。この武器さらに引きたくない理由があってさ、ガチャなんですよ。召使いとリネの同時ピックアップなんですよ。ってことはもう武器ガチャの中身わかりますよね。リネのモチーフ武器大魔術なんですけど、この武器超強いです。ちなみに召使いの武器ガチャね、灼熱のシルエットプラス大魔術なんで、これに関しては超熱い。あの、まず基礎高608会心ダメという、まあ会心付きの、まあ悪くないステータス、まあ、銃撃バフついてて、まあ、関羽リネいなりに相性がいい。で、攻撃力がさ、自分と違う元素のキャラがいればいるほど攻撃力上がるんですけど、あ、元素が同じだと攻撃か。あ、そうだそうだ。それでね、攻撃力これ 48% 上がるんですよ。これやばい、マジ48%やばい。武器なかなかえぐいんよね。かなりの強武器です、この武器。まあ、ティナリなんて、熟知持って攻撃力そんな大事じゃないんだけど、この武器がかなり強いからティナリも持っちゃうぐらい強い。だから結構武器ガチャ的には結構いいガチャにはなりそうなんですけど、で、レンランク5なんだよね。これでね、この武器ガチャ狙ってさ、大魔術大魔術シルエット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 だったとしてみ？いや、じゃあ、ちょっと無理かな。召使い、貫突、武器、無凸かな。で、一応だから まとめるよ。この灼熱のシルエットは、槍の中では結構弱いです。うん、星5武器の中だったら弱いです。マイナス効果ついてるくせにもらえるプラスが少なすぎます。ガチで弱いです、この武器。ただ、召使いっていう命の契約のマイナス効果をプラスに変えられるキャラ、命の契約のゲージもね、伸びる。召使いは命の契約のゲージが長ければ長いほど通常攻撃の火力が伸びるっていう効果があるので、この灼死の宴状態はね、命の契約のゲージが長ければ長いほど通常攻撃ダメージ伸びますから、契約のゲージを伸ばせるモチーフ武器、やっぱり召使いには超強いと思います。召使い専用です。他のキャラには代用効かないと思った方がいい。で、まあ、今回の武器ガチャはリネット召使いのダブルピックアップなんで、大魔術とシルエットになると思います。まあ、召使い引いているなら、シルエットと大魔術のダブルピックアップはかなりいい武器になると思う。まあ、召使い持ってる人は武器ガチャ狙ってもいいのかなとも思います。まあ、そんな感じですかね。今回の武器ガチャの評価としては。そして何より、まあ、見た目が変わると。いや、これ、いや、もう見た目が変わるから一番引く価値ある。お前らの召使いは槍でツンツンしてんのかもしれんけど、私の召使いは命を刈り取る形をしてるからな。あ、マジ召使い引いて武器確保かな、今んとこ。星座の効果知らないから、なんとも言えないんですけど、これでなんか召使い1凸2凸が人権ですってなったら、もう、財布が元素爆発するな。いや、召使いマジで凹んでないでくれ。召使いなんか、1凸2凸前提ですみたいなキャラだと、ほんまに困るわ。イオセスリって結構マジ1凸前提みたいなキャラなんで、正直、まあ、無凸でも全然いけるけど、1凸から本番みたいな、普通の無凸でイオセスリはへこんでんねん、正直、みたいな感じで召使いがなってるとちょっと困るね。無凸で強くあってくれ。貫突で化け物とかだったらいいかな。そもそもさ、召使いさ、モチーフ生遺物でダメバフ 54% 稼げるし、で、あと召使いってなんか固有テンプ3つあってね、悟れるものは狂月のみで、歩道バフ 40% ついてるし、結構召使いダメバフ自前であります。新生遺物、命の契約の量が増えたり減ったりしたらダメバフ 54% まで増える。これだけでもダメバフ94あるかな。正直ね、うん、モチーフ武器はまあ悪くないけど、手でなんか上げようとは思わないかな。でだ、じゃあ逆にちょっと今度いい話をしよう。モチーフ武器ガチャ引くほど余裕ないよって人の背中を押そうと思います。思ってたより召使いのモチーフ武器弱かったです。なので、星5だとマジで和白炎とか、良さそうだね。和白炎結構マジで合うと思います。攻撃力上がるし、ダメバフつくし、会心ついてるし。で、まあ当然ゴマもありか。まあ和白、ゴマ、特裁もありか。で、星4だとまあ死闘、星3だと白炎装。十分強いのかなといった感じですね。モチーフ武器絶対引いてねっていう性能ではなかった。
まあ、見た目が変わるから絶対引きたいけど、性能で言うならモチーフ武器必須ではないと思うので、命の契約のゲージの長さがどれくらいちょっと召使いの強さに影響を及ぼすかちょっとまだ分からんけど、いや、あとまあ蒸発反応が起こるタイミングによってはフィヨルド、田中槍、関佐の杖までありだけど、原神2年ぐらいやってたらね、まあポツポツ和白炎持ってる人とかもいると思うね。工場ガチャから和白炎出たりするから、和白炎持ってる旅人ってもしかしたら割といると思うねんな。強さ的に言うなら召使い和白炎で全然いいと思うので、で本当に火力は落ちても作って損しない武器を作っておきたいならセーフでいいです。召使いセーフ槍ってまあパワー絶対落ちるんだけど、まあ、基礎攻撃力高いし、で原茶でね爆発回せるし、まあユーティリティがいいよね、原茶が上がるから。あと味方全員の元素粒子作れるし、清風槍って全槍キャラに合うので、フータを清風はちょっとさすがにちょっともったいないんだけども、作って絶対後悔しない武器を召使いに持たせたいなら別に清風でいいと思う。あ、天空槍もそれなりには合うと思うよ。まあゴマーよりも下だけど、原茶召使い爆発回して回復したりとかも大事だと思うし、通常攻撃速度でね召使いの攻撃速度上がるんで、通常攻撃速度召使い相性いいかな、みんなどう思う？この通常攻撃にヒットストップあると思いますか？ヒットストップっていうのがあってね、モンスターに通常攻撃当てると素振りするより速度落ちるんですよ。だから通常攻撃速度ってちょっと持ってもあんま意味ない時が多いんだけど、ヒットストップがないキャラがいて、まあ、例えばヨイミヤとかね、ヨイミヤの弓矢とかは縦に弾かれてもスピード落ちないから、その攻撃速度を 30% 上げたらもう軽く 1.3 倍なんですよ。アヤトもヒットストップないから攻撃速度意味あるし、放浪者、ヨイミヤ、アヤト、あとセノの元素爆発中もね攻撃速度ちゃんと上がるんで、例えば攻撃速度が上がるキャラ、ミカとかね、ミカセノってちょっとは編成的に微妙いけど一緒に使うと結構攻撃速度が、ね、バグるね。武器天空槍で通常攻撃速度 12% 上げて、まあ、ミカで 25% ぐらい上がるから、攻撃速度上げて爆発、あおーシャカ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 めちゃくちゃ速いね攻撃速度、まあこういう風に遊べる、まあ、激化の回数も増えるだろうね。で、まあ、もし召使いにヒットストップがないんだったら攻撃速度上げる系もね意味あるかも。ミカ、ウンキン、通常攻撃速度上げるキャラってね、今んとこあるとしたら、まあ、ミカのこれチーム全の攻撃速度がまあ 25% ぐらいかな上がります。であとはウンキンの貫突、ウンキン貫突してたら 12% 上がるね。ジン団長の2突は攻撃速度を 15% 上げてくれますね。ちょっと攻撃速度上げまくりっきーのはワンチャン面白いし強い説はあるかもしれん。召使いウンキンはまあまあおもろいかもしれん相性いいかもね。召使い結構通常攻撃に依存するだろうから、ウンキンとの相性は結構いいかも。ちょっとあれだ、気をつけないと最近ちょっと配信の声がでかすぎて近隣住民から苦情が来てるから気をつけないと規制が聞こえるとまで言われてるからな、ちょっと気をつけるわ。運金は爆発使ったら通常攻撃がね、運金の防御力の分だけチーム全員強くなって、2突でねダメバフが 15% 入って、これ召使いからしたら嬉しいやろうな。通常攻撃バフ、貫突で攻撃速度上がったりして、召使いプラス運金も結構いいかもしれない。期待してもいいかも。隣からあんなん聞こえたら頭抱えるわな。確かに隣からこんな声聞こえたら怖いよなまあ白映像でいいと思います。召使いはアルレッキーノのためにバイト始めたけど3日で辞めたぜお前好きだな、面白すぎるからコメント固定しようかと思った。お前最高だわ、ずぶっとく生きてこ。いや無理なものは無理だからな、辞めたぜみたいな、やってやったぜみたいな感じが好きだわ。